はい、お疲れ様です。なんと iPhone が壊れてしまいました。この画面で言うと右側の iPhone7 ですね。左側は 10S ですで。2台持ちなんですが SIM カードを入れてたのは右側の7で、えー、普段使いにしてました。左側の10は、まあ、中古で買ったんですが3万円。 ずっっととカメラしして使って使ました右のセブンが壊れた症状なんですが急に通話ができなくなって外でインターネット回線使えなくなくりました午前中使えてたのに午後急に使えなくなるっていうなんだかよくわからなくてアップデートしたりしたんですが結局使えないので SIM を左側の点に差し替えてえ使えるようになりました。 右の iPhone7 は機内モードにして Wi-Fi で使ってます iPhone のいいところは iCloud であっという間に同期できるということですね7から、まあ、10にといいますかどっちも使ってたんでだいたい使い勝手だとかいいんですが、まあ、連絡帳だとかまあいろんなね メモカレンダー同期できるんでその点は同じ iPhone ということで移行が楽ですよねそこがいいとこだと思います私がこれまでこれずっと iPhone を使ってきた理由は連絡帳電話番号メールをいちいち携帯を変えるたびに入力しなくていいから ガラ,ガラケーの時からガラケーの時からっていうかまあ昔からそのアップル製品を使ってずっと連絡帳を引き継いできましたやっぱり機種変更だとかその新しい機種に変えた時にデータの移行っていうのがこれまでめんどくさかったと思うんですねなのでヤフーメールなどを使ってずっとこれまで クラウド化してましたんで、まあその辺は早くから取り組めてたかなっていう気がしてます、まあ、そのメールアドレスだとか電話帳の引き継ぎが楽だからという理由でアップル製品をずっと使ってきました確かに簡単に機種変更できるので良かったです他のものは使ったことないのでちょっと分かりません どんなことに使ってたかっていうと SNS 主にツイッターですかね Facebook は最近やってませんまあ他のね SNS もやってないのでほ,ほぼツイッターです YouTube メール LINE 電話ネット、まあ、ネット検索ですねブラウザー買い物 Zwift 地図 GPS 天気予報健康 体重計、睡眠アプリ、マネーですね、電子マネー、ポイントカード、計算機、銀行ですね、あとはマイナンバーの読み取りに 10S 使ってましたね。それからいろんな手続きですね。まあこういうのもマイナンバー絡みだったりします。メモ帳、これ一番活用してましたね。文章作成ソフト、写真カメラ。 ミューー、ー、ジック、カレンダースキャナー電子書籍、結構本を読むことが多かったです。こんなようなのに使ってました。でメモが使えなくなったので、まあ、これをいい機会にスマノ、スマートノートに変えようと思っています。これは他の動画にもあげてますが、手書きのノートですね。まあ、これまでもメモ帳だとか手書きのノート使ってきたんですが、ここ3、4年は、 メモアプリ使ってますね最初は iCloud があったおかげでというかメモ帳 iPhone についてきたメモ帳を使ってたんですがデータ量多くなって重くなりましたそれから EverNote 昔から使ってたんですが最近は GoogleKeepGoogle のメモですねただ 10S に変えてというかなんかこのトラブルが起きてから重くなったので まあちょっと、ね、開くのめんどくさくなってつながらなにくなったんでノートに変えようとこの機会に思いました、まあ、ノートいいですよねやっぱり手動かすから思考するぐらいのスピードで書けるといいますかねフリックだとかブラインドタッチだと若干思考よりも速かったりするんですけどノートだとちょうどいいスピードなのかな手書きだと。 ま,またちょっとスマートノートを使いこなせるようになったらまた動画を作りたいと思います。で「セブ7」から「10」へということで映しましたがこれまでバックアップ用に何台か持ってたんですねやっぱりあの沢登りとか登山とかで水没させてしまったりして 急に使えなくなったりするとまずいので何台か保険として持ってましたでその次の保険としてこれはなん、あのー、だかわかんないんですけどまあ iPhone ではないのは間違いないんですが中華のねアリエクスプレスで 11, 円一番容量の多いやつを買おうと思ってるんで、まあ、これジャパニーズ日本語も対応してそうなんでちょっと買ってみようかなって思ってます、まあ、バックアップ用ですね SIM 入れて使えればとりあえずスマホは電話が使えればいいかなって思ってます、まあ、ここに書いてあるやつ全部使えればいいんですが まあ使えなくてもノートはスマノですしまあ写真はこれで使えそうな気もしますからあとは YouTube とかですかね、まあ、ここに使えるのが全部アプリであればいいんですがまあなければないでちょっと使ってみようかなと思ってます実験して一柱になりますからもしよかったら 動画にもアップしたいと思いますとりあえず今回は iPhone7 が急に、えー、通信できなくなって外での通信ができなくなってしまって、まあ、10に SIM を差し替えて今10は使えてるけど、まあ、バックアップ用にこのアリエクスプレスでね買う、えー、11000円の携帯を買ってみて まあ、iPhone 高いですからね。ProMax とか Pro になると16万ぐらいですから、それにする意味あんのかなって思うので、まあ、ちょっとね、この1万1000のやつが使えるようだったら、これから電話はこれでいいですよね。まあ、節約です。これからの世の中節約なので、まあよかったら、 またね動画にしたいと思いますのでよろしくお願いします以上です